はい、どうもおはようございます。昨日はねちょっと夜トップガン見ちゃったんで、ちょっとマーヴェリックの気分で挨拶してみました。おはようございます。今日は団地前に来ております。桜はちょっとちらちら咲き始めてきますね。葉っぱと一緒に咲くタイプみたいで、花びらだけって感じではないですね。緑と花が、あ、でも何タイプかあるんですね。はい、もうだいぶ春めいてきております。よろしくお願いします。ちょっとね、苔がすごいんで、水色は 5% ぐらいクリアになったかなって感じですね。そのより、あー、まあ、あのマイクロいますね。本当に2センチぐらいマイクロ、あんまり嬉しくないけど、一応餌はいます。はい、水温見ていきます。今日はね、普通のボリューム釣れましたよ。よいしょ、ゴミ少ないですね、この辺は。 12.5 度、 12.5 度あります。下げ止まり、下げ、もうすぐ下げ止まりなんですけど、それでもまあ12度超えてるんで、だいぶね、いい感じに水温が来てます。よっしゃ、やっていきます。で、今日はね、最初は、あ、最初というか、タックルはバルバルの99にバンキッシュ 4000mHg、 いつもと一緒です。そしてルアーは最初に、本当は曇ってれば最高なんですけど、曇ってないんですけど、一応スーパーサミーを最初に何とか入れて、で、その後にあれですね、ワームなり、スピンテール系なり、その辺をちょっと入れていきたいなと思っております。よろしくお願いします。で、時刻の方が、28日8時7時55分ですね。はい、行っていきましょう。はい、いい感じ。おいしょ、ここ転んだところだから気をつけないと。よいしょ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 、ここがちょうどいいかな。はい、やっていきます。あー、なんかね、やっぱりここはすごい流れの変化がいっぱいあって面白い。一発目でバッコーンってきたら面白いし、最高ですけどね。いやー、春めいてきましたね。春めいてきたっていうか、もう完璧に春ですね。あったかい、水温も上がってきましたしね、完璧です。いやー、私の免許更新の日が近づいてきましたね。失効しちゃってるんで、失効しちゃってるのを回復するにはね、ちょっとお金が通常より高いのかなっていう感じですけど、まあしょうがないですね。再度ね、車と違って受けなくていいっていうのだけでもありがたいですね、船の場合は。これが11月、10月、10月頃には結構爆発したパターンですが、なかなかね、まだそう甘くはないでしょうか。アングラーさんはですね、0名ですね。今日はいらっしゃらないです。まあ、あれです、大会とりあえずエントリーしましたか、皆さん。アングラーズのとりあえず私エントリーしました。でもあれ、今度は全国大会みたいなんで、かなりね、すごいことになりそうですよね。3本揃えるっていうのでも、もう最低でも80オーバー3本とか揃えてどうなるかっていう感じでしょうね。トップの方は80後半3本とか90とか混ざって、残り2本80台とか、そういう感じか、93本なのかわかんないですけど、かなりそういう感じになってくると思いますよね。
激戦になりそうです。とりあえずサミーはこれラストキャストにさせてもらって、次どうしようかな。メタルスピンテールはすぐ見つかればスピンテールにして、見つかんなければ、あ、普通にメタルシャルダスでいくかな。メタルシャルダスだったら多分まだ買ったばっかりだから手前にあるかなと思われます。ここはランディングしやすそうですね。もっと引いてるかと思ったんですけど、意外と引いてないですね。あの潮位、水面の高さがもっと下げてるかと思ったんですけど、いやーでも出そうですけどね。ダメか。ちょっと、いや、取り替えようかな。ちょっとだけ一回アップでさせてください。あ、フレアス側はアングラーさんいますね。ただシーバスかどうかちょっとわからないですけどね。網がでかいからシーバスなんですかね。黒ダイスさんはね、網がちょっとちっちゃい傾向にありますよね。シーバスマンに比べると。多分サイズがね、そこまで。シーバスほど全長でいうと大きくならないから、ネットの枠がねちっちゃくて済むんだと思います。はい、じゃあちょっとワームどうしようかな。ブレード系のがいいかな。よいしょ。今日こそ落とせないようにしないとね。振りじゃないようにしたいと。ちゃんと置いて、この子追いつくかな。鳥か。ちょっとワーム入れてみようかな。はい。あー、でもロストしそうだな。ロストしそうと引っかかりそうだ。まあいいや。ちょっとパンパンすぎですってご指摘いただきました確かに閉まんないんですよ。でやっぱりあまり強引になるとね、弱いルアーだと、繊細系のルアーだと切れるんですよね。切れると折れるんですよね、フックが。分かってはいるんですけど、ついつい持ってきちゃうんですよね。全然やめて、バードストライク。ダメだ、キッズたちだから無理だ。投石も始まった。めっちゃ投石されてる。うわ、鳥に当たった今。かわいそう。めっちゃ投げるやん。まあね、釣り糸だけの川じゃないから、ストーンキャスティングはまあ自由なんですけど、よくやられるのがね、あの九州とかに雷魚やり行ってて、めちゃめちゃ雷魚浮いてて、よっしゃーと思ってると、2時3時とかになってキッズのね帰ってくる時間に当たるとね、思いっきり投擲が始まったりとか、いやそこで投げなくてもいいでしょっていうところで投げ始めたり、あとはあれですね、話しかけられてきたりする。九州のある県の子たちで、教育がそうなってるのかわかんないですけど、こんにちはって言ってくるんですよね、あえてあっちから。だけど、だけどあれなんですよね、中学生になると急にその思春期が始まるのか、あの急に言わなくなりますね。声かけがなくなります。うん、やっぱ大人になると恥ずかしくなるのか。釣れないっす、全然まだいつも、でもそんなに釣れないんですよ。うんはい、ありがとうございます。はい、
関東もまだまだ捨てたもんじゃないですね。話しかけられました。何やってんだろう。休みなのかな。今春休みなんですかね。春休みだからウォーキング、朝からみんなで集まって歩こうぜっていう話かもしれないですね。結構いらっしゃるから人数が。でなんかすごい大人か、お父さんかってぐらいでかい子が一人いるな。めっちゃでかいなあの子。後ろから見るともうお父さんレベルだ、保護者レベル。まああの頃はよく身長差出ますよね。小6中1ぐらいの時はすごい身長差が出やすい時期。入った時はちっちゃくてもね、中3になって出る頃には抜かれてるなんてことはよくありますから、だん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 後ろに、並ぶ位置が行ってきて、いや久しぶりだな、こうまた 1,2 週間前にあったこの穏やかですねなんて言ってた頃の気分がまた復活しました。ああマイクロがいる。やっぱあれですね、あのトップガン見て最後ヒロインの共感役の女の人、ケリー・マクギリスって言うんですけど、その人のね、現在の写真とか見るとびっくりするぐらい、もう全然違うことになってて、悲しい思いをした所存でございます。まああの頃から多分 トム・クルーズよりね、かなり年上だったと思うんですけど、年上共感に恋をするっていう、ね、感じだったと思うんで、しょうがないですね。トム・クルーズもね、もうだいぶ年取りましたからね。いやー、一回本物見てみたいな、トム・クルーズ。はい、ということでね、今日は、この辺で終わりにしたいと思います。はい、もうちょっとだけやって、バイトに、行きたいかなと思っております。では失礼します。以上、トップガン7号でした。失礼します。このまま水温下がらないといいですね。はい、失礼します。